ブレーキの断面図がもう半日経ってないじゃん半日ぐらいか。ホイールの断面図が届きました。リアは結構コンケーブしてるね。ほんとやっぱりきついか。なるほど、こんな感じで実際こう進んでる感が、いや、またお届けしたいと思います。はい、今日は2020年2月の25日これ前回チラッと見せたら全然見えねえよって言われちゃったんで、はい、25日でございます。BC フォージド当選した方のホイールが届きました。ちなみに最近届いた BC フォージドの山が積んでございます。はい、今日はこちらをちょっと開けて検品して、どんなホイールがどんな感じで仕上がってるのかちょっと見てみたいと思います。いきますよ。ちょっと若干フライングして1個開けちゃったんですけど、一応注文というかオーダーした内容としては 8J19、9J19、40、43、はい、でこのボルト形状僕がこれ書き間違えてますけどちゃんと合ってますんで大丈夫です。ちょっと開けちゃいます。せーい。BC はもうとにかく梱包もめちゃくちゃしっかりしてるんですよね。こんなにしっかり梱包してるのって本当に HRE ぐらいじゃないですかね。 HRE アナーキーぐらいだと思います。もう超厳重に梱包されてございます。えい、はい、じゃじゃーんつって、でまだカバーがついてるんです。いきます。これキラキラキラっていうエフェクトつけといて、いきます。こちらでございます。じゃじゃーん。うわ、かっこいい。黒いな、いい感じです。ちょっとこれ出してみましょう。よいしょ。こちらでございます。ちょっとまあ傷だったりがないかと、あとはまあオーダーしたものと同じものかどうかっていうのをちょっとチェックしていきたいと思います。いや、いいよこれ。デザインが EH171、はい、ダークブラッシュドブラックで、今回はセンターキャップをちょっと立体な 3D のものと、あとエアバルブをブラックにしてます。はい、まあ、非常にまとまりがいいですね。シンプルで BC は一応 JWL って日本のその強度規格ももちろん通ってますんで、はい、まあサイズによっては車検に適合するものも作れます。はい、まあ、はみ出しちゃってるともともと強度もへったくれもないんで、はい、でなかなか見ることのない裏側も BC フォージドこんなに綺麗です。はい、全部。はい、で今回はメルセデス205につけるってことなんで、一応ここも 14R のテーパーで、製作してます。でここももちろん 13R にもできますし、まあ、普通の60度テーパーにもできますんで、本当にどんな車にも、合うようなものが作れます。 PCD もそうだし、このボアですね、はい、センターボアのサイズもこれも全部指定できますんで、はい、あとセンターキャップも今回この BC の 3D キャップ取り付けたんですけど、純正キャップ、まあ、これもサイズに限度があるんですけど、まあ、サイズないであれば純正キャップがはまるようにも作れます。はい、いやー、かっこいいんじゃないでしょうかこれ。いい感じです。ちょっとあと他のも開けてみたいと思います。これリアでしょ、 9J だから、まあ、9J だからね今回。それが例えば 10J とかそこまでいけば、まあ、コンケーブって言ってその逆反りも結構するんですけど、まあ、車的にもちょっとコンケーブしにくい、まあ、サイズがあんまり取れない車なんで、まあ、ちょっとその辺は厳しいかなと。じゃじゃーん。いや、かっこいい。ちょっとじゃあこれも出してみましょう。はい、まあ、今回ワンピースなんで、まあ、重量ももうめちゃくちゃ軽いです。であとコンケーブって言ってこの逆反り具合ですね、もうこれリアなんで、まあ、9J にしてはかなりしてる方じゃないでしょうか。このハブがかなり薄く作ってるんで今回、まあ、多分マックスまでコンケーブさせてると思います。で一方フロントで、もちろん出荷時にも全部検品されてますし、うちの方に、入ってきてからも全部傷だったりないか全部検品して発送しています。なんで全部こう開封済みのものが、まあ、お店だったりには届くと思うんですけれども、それはうちの方で検品してる後でございます。じゃーん。あ、フロントは結構やっぱり平らっすね。はい、今回こうフロント 8J なんで、まあ、コンケーブも多分ブレーキの関係もあるんじゃないかな。コンケーブも、まあ、本当にわずかに、リアは結構やっぱり比べると
コンケーブしてるのが分かるかと思います。はい、でもう本当に初期の頃を除き、今は全部塗装もパウダーなんで、まあ、非常に耐久性もあってほとんどクレームもないです。はい、まあ、それだけ製品のクオリティが高いということです。であと BC フォージドは今もカードついてるよね、これ、はい、全部製品の保証書と、まあ、ホイールに全部番号が振ってあるんで、はい、いつオーダーしたどの仕様のホイールなのかっていうのがこっちか、はい、全部保証書がついてきます。はい、なんで万が一オーダー時のサイズが分からなくなっても、例えば補修で1本取るとかっていった場合にその補修書さえあれば、同じものがオーダーすることもできます。はい、じゃあせっかくなんで最後の1本も開けちゃいましょうか。で並べて全部検品してもう1回全部箱に入れたいと思います。今回一応撮影用にこんなにワイルドに開けてますけど、本来はもっともうちょっとちゃんと作業台で1個ずつ、はい、やってますんで、はい、ご安心くださいませ。今日25日で、確か最終的にオーダーしたのが4日か5日だったと思うんで、まあ賞味大体20日ぐらいで今回届きました。でもちろんその20日で確実に届くわけじゃないんですけど、大体45日、はい、目安でオーダーしたものが届きます。なんでこれだけもうフルオーダーの、もうセミオーダーじゃなくてほぼフルオーダーに近いと思うんですけど、ホイールがわずか3週間でほぼお客様の元に届くっていうのはかなりすごいことじゃないかなと思います。いやもうバッチリですね。いやいいよこれ、かっこいいです。はい、で一つずつ全部傷がないかちょっと確認して戻していきます。はい、で今回こちら当選されたお客様は、東京店で、なんか東京のお客様だったんで、東京店で取り付けの作業をさせていただきます。なのでちょっとこの後箱に戻して東京店に運んで、そこでタイヤ組み付きして準備しておきたいと思います。はい、じゃあ続きはまたお伝えいたします。はい、今日はボンド東京に来ております。土パフォーマンスです。今日は BC フォージドキャンペーンの、当選者の方に、ホイールをいよいよ今日ここボンド東京で取り付けさせていただきます。はい、当選者の方今いらっしゃいますんで、ちょっとお話もお伺いしてみたいと思います。はい、でこちらが当選された、見事当選された王様です。おめでとうございます。はい、でお車が、今回 C200 でセダンということで、はい、これから取り付けさせていただきます。でちょっと早速なんですけど、当たった感想なんかを聞かせてもらってもいいですか。はい、そうですね、動画の方で当たった瞬間はもう心臓が口から出そうなぐらいなんかびっくりしちゃってありがとうございます。すごい本当にびっくりしちゃいましたね。そして僕らがガチでこう抽選してるんだっていうのが伝わりましたでしょうか。そうですね、はい、すごいこいつらマジでやってんだ、はい、というわけで本当に喜んでいただけたようで、僕らも本当に嬉しい限りです。そして今回ボンド東京で、取り付けにあたってタイヤの方もご注文いただいて、なんか僕らがキャンペーンしたのに買い物までしていただいて本当にありがたい限りです。ありがとうございます。はい、はい、で今回 EH171 っていうデザインを選ばれたと思うんですけど、なんかこの選ばれた理由というか、はい、なんかありますか。そうですね、はい、もう簡単にで知り合いの方が全く同じホイールを、はい、あ、そうなんですね、はい、大阪店の方でつけてて、はいはい、その方から教えてもらって、あ、そうなんですね、はい、じゃあなんか参考にされた車があって、ね、ちょっとそれと同じ仕様に、あ、そうなんですね、はい、はい、なんかかっこいい車がもう出来上がりそうな予感がプンプンしております。はい、でちょっとこれから2階のピットの方で取り付け作業させていただきますんで、はい、多分1時間もうちょっとかかっちゃうかな。はい、お待ちくださいませ。はい、はい、はい、今ボンド東京の2階ピットに来ております。こちらが組み上がったタイヤホイールでございます。タイヤがつくとなんか結構違う感じにまた見えてくるかなっていう、はい、かなりいい感じじゃないでしょうか。はい、でミシュラン結構こう角も寝てるんで、まあ、ローダウンしてもこう当たりにくかったり、はい、その辺もいいんじゃないでしょうか。はい、これをちょっとこれから取り付けさせていただきますって言っても僕が取り付けるんじゃなくて、はい、メカニックの方に取り付けてもらいます。はい、そして毎回えらいことになってるボンド東京ピットなんですけれども、今回も大変なことになっております。はい、そしてちょっとこっち側が見せたいんですけど、ちょっと NG ってことで、こっちはもう
どうしようこれとなんかもう、マンションじゃなくてもうなんか都内の一等地にこう邸宅みたいなそういう金額の車が、ちょっと状況だけ説明すると、バンパーとフェンダーがつながってる車とか、あとはですねバイキンマンみたいな車とか、はい、いろいろ入ってございます。ちょっとさすがにそれは NG ってことなんて今回お伝えできないですけど、まあ、ボンド東京のブログ見ていただけるともしかしたら あの車のこと言ってたんだっていうのが出てくるかもしれないんで、ボンド東京の、ブログもぜひ見てみてください、はい、というわけでちょっとこれから取り付け作業に入ります。はい、今出来上がったんでオーナー様にちょっと確認してもらおうと思います。かなりいい感じに仕上がってございます。はい、じゃーん、こんな感じで仕上がりました。はい、どうでしょうか。すごいかっこいいですね。いい感じですか。やっぱりいい感じです、はい、これディレクショナルってその回転方向のあるデザインが結構決まってますね。はい、いやいい感じじゃないでしょうか。そしてもともとローダウンされてたんでもう本当にタイヤホイール交換するだけでかっこよくなっちゃうっていう。はい、本当に改めましておめでとうございます。ありがとうございます。で今回お客様とご相談させていただいて、センターキャップを 3D のタイプにさせていただきました。はい、まあ、デザインによってはちょっとこのセンターのボアのところのアクセントがつくんでかなりおすすめです。はい、まあ、デザインによるね。ちょっとで今回バルブとか、まあ、その辺の細かいところも全部黒で統一してるんで、まあ、非常にまとまりがあってかっこいいんじゃないでしょうか。はい、はい、あとは出面は今回お客様のその参考にさせていただいた車と全く一緒のオフセットということで本当にツラツラになってます。測ったかのような東京でウッチがでこうやっておくとブログに使われないんだよ。はい、はい、いう感じです。はい、ハイパー塗装したいですね。やりましょう今後のカスタムの予定をちょっと内山店長に相談していただいて、はい、早速キャリパーペイントっていう話が、はい、もうちょっと車高下げてもいいかもしれない。あ、はい、せっかくなんで。キャリパーもうちおすすめは、まあ、ちょっとシルバーとか落ち着いた色でまとめた方がいいんじゃないかっていう、ちょっと上品な感じ。なるほど、じゃあちょっと楽しみな車になりそうです。はい、はいはい、というわけで今回は BC フォージドキャンペーン最終回取り付けの様子をご紹介させていただきました。BC フォージドキャンペーン本当に好評だったんで、ちょっと次回できるように現在調整中でございます。まあ、少し先になってしまうと思うんですけれども、キャンペーン第2弾の際はぜひ皆さん応募してください。はい、そしてボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。